ゃべれってことで気持ち悪い皆様、登録者に10万人突破ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでね、すぐに20万人まで戻ることができまして、本当に感謝の極みで、極みです。ありがとうございます。極みでございます。他の動画とかも、まんべんなくいろんな動画を見ていただいて、めちゃくちゃ僕らのモチベーションになっています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そこで20万人突破記念でございまして、大型のプレゼント企画をやると思います。はーい、はい、はい、まず一つ目、こちらプレステ4、1名様にプレゼントします。おー、やばいな。まだあります。今回大型なので。おー、何よ何よ。こちら、デュデュー、わー、まず10枚。こちら1500円分10枚。いやー、1名様にプレゼントさせていただきます。あ、おー。応募条件は概要欄に詳しく載せておくんですけども、簡単に言うと、チャンネル登録してあること、通知ボタンを押すこと、通知登録をしてもらう。で、ここが大事なんですけど、 YouTube の仕様が変わって、前のメッセージと変わったんだよね。そう、だから改めてメッセージ機能をオンにしてくれないと、これメッセージ送れないってことになるんで、前回のね、 Amazon カードプレゼント企画が 90% ぐらいの人がメッセージオンになってなくて、新しい何をしとんだ。 10% の人にしかメッセージがもういかないっていう。今回はもう額が全然違うんで、10枚1名様なんで、半端ないので、皆さん下の概要欄見て応募よろしくお願いいたします。お願いします。僕のツイッターのフォローもしてほしいんですけど、それはあのツイート引用するためなんですよ。前回のアマゾンは1人、アマゾンカード1人僕宛てにツイートくれたんですけど、もう1人だからくれないんですよ。あら、ありゃ、これ守っていただかないと良くないことになるので、ちゃんと渡してるよって証拠になるので、ちゃんとツイートしてください。お願いします。よろしく。ということでね、これからもいろいろ頑張っていきますので、チャンネル登録本当にお願いします。お願いします。早速皆さんお待ちかねのあの企画に入っていきましょう。よし、やってきました、ホラーナイト ST スタジオ。今やってきた。今回2つの現象を紹介していこうと思うんですけど、マジっすか。1個はえげつないです。いや、ん、え、もう光ってる。何に光って、チカチカしてるんです。テレビチカチカしたの。早速ちょっとヤバそうですけど、まず1つ目はこちら、どうぞ。いや、聞こえなかったけど、13階段のやつを今編集してるんだけど、動画撮影中気づいてなくて、編集してて気づくパターン、気づいたパターンが多くて、このこれがターボーの声なのかどうかってとこで、ターボーの画面見たらこういう来てない。そう、開いてないよね。なのに今お前できるって言ったら、って言ったら絶対口が赤青になるっていう、それを気持ち悪くて俺が気づいちゃったから、たつきと聞いてて、そしたらもうなんか話してるぐらい食べるピッて聞くの、ピッて、もう耳元すぎて怖くて、すげえ反応した。もう目がちだったよね。もうめっちゃ気持ち悪かった。まあ今見てもらったんですけども、13階段の動画って、あれも、あれ自分たちが気づかない。どうしたどういうの。めちゃめちゃどんどん。いや、俺はもうピュア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 って。あ、そこ？あ、こっち。今一緒タイミングで。こっちだよね。俺こっち。え、びっくりした今。しかも結構音遠かった。俺ドンっていう音が。そうだよね。怖いですね。みたいなのがめっちゃカメラの近くに聞こえてる。それをターボっぽかったの、声質は。はいはい。ターボを見たらこういう。うわ。やばい。やばいやん。いや、これやばい。何がえ、めちゃめちゃ動いてる。めっちゃ動いてる。何が。電気つけようか。電気つけようか。やばいもん今日。いいなってんのに、みたいな。あと、どっちかの音が出てて、だからターボ理論的に無理だなってなって、それが気持ち悪かったから、タツキに言ったんよ、編集中に。そしたら、こっちから、えみたいなのが、3回ぐらい聞こえて、私、何、うわ、何、うおい、ちょっとやばくない。やばいよ。ちょっと急ごう。これなんかやばいってなって、最初なんか分かんなかったよ。高すぎて、なんか機械なのかなって。女の人っぽい。女の子。女の人っぽい。女の子。
今日ゲームチャンネルも上がるんですけど、その中にも声が入ってて、最近ゲーちゃんめっちゃ入ってる、うん、で誰かの声に類似した声が出てくる、似てる声を出してるんだけど本人は口動かしてない、うん、結構ゲームチャンネルで 2,3 本連続っていうか、まあ上げる時間はずれてるかもしれないですけど、うん、結構 2,3 本連発ぐらいの時期に同じようなタイミングで違う動画に声が入ってるので、サブも最近多いもんね。めちゃめちゃ多い、多いね。めっちゃ多いよね。サブとゲーちゃんはなんか出てこないイメージだったけど、うん、まあ、それもなくなっちゃった。ホラー好きの皆さんはちょっと楽しいと思いますので、はい、ぜひ見てみてください。次の動画なんですけども、こちらをご覧ください。どうぞ。どうしたの？この白いの何？何？え、何この白いの？すげえ気持ち悪いこれ。何これ？なんかこう、手みたいなスッってやってる、ね、手跡みたいな白いやつ。え？何これ？普通に俺今気づいたこれ。そうだね。何これ？いや、こんなの？しかもなんか爪みたいな跡あるよ全部。ほんとだ、なんか完全にこれなんか。これとかそうじゃん、これ3本指じゃん。ひっかいてる。色がする。キモい、キモい、キモい。え、なになに、マジでなにこれ、いつからあったこんな。え、待って、取れない。あ、ちょっと薄くなるぐらいだ今。たつきがね、急にね、あこの白いの幽霊とか言って慌ててカメラ回したんですけど、手でバーってやったようなやつがそう現れました。なんで逆にこんなでかいの気づかなかったんだ。うん、絶対気づくわ、いつできたの、こんなの。いや、気づく気づく気づく、いや、絶対気づくよ、絶対気づく、絶対入るもん、視野に。今で、今撮影終わって帰ってきて、その合間では絶対、え、絶対気づくもん。今そっちから見たけど超目立つな。え、待って待って、今知った。いや、俺もいなかったから分かんない。あ、いなかったんだ。俺も知らない、今のはやばいよ。その改めて見ても気づかないレベルじゃないのよ。そうだから、その直前までなかったの。ああ、そういうこと。一瞬でできてる、多分それが。もうないんだよね、若干出てるけど。え、俺初めて見た、やばっ。てか完璧には消せなかった。マジで怖い。あ、ほんとだ。俺もこれ気づかないよ、電気つけて。うわ、ほんとだ。上のさ、白い液体の時もすごいけど、白いなんかね、白い液はね、結構怖い。気持ち悪いんだよね。だってもう家にあるもの、家にあるものつけれないような、なんていうの、素材というか、なんなのマジで。これはちょっと詳しい方いればぜひコメントで。そうだ、お願いします。なかなか恐ろしいなって。もしかしたらお風呂から出ていった人がドッと言っても上に上がっていってるのかもしれない。あ、今俺声聞こえたわ。俺聞こえたわ今。マジで、マジで今多分入ってるよ多分。最近君なんかあれめっちゃ声聞くよね。そうそう、うん、マジで、マジ思った。カメラなら波数あんじゃん、喋ったら、うん、あーってなる、あの白くなる。あ、そっか、あれ見たらわかるんだよ。うわ、あれ動くたびにちょっと怖いね。ちょっと怖いね、勝手に見たら。ということで、なんと皆さん、ホラーまとめとかホラーナイトのストックが5本ぐらい溜まっておりまして、怖すぎて、そんな現象多いもん。感情キュンこれでもやっぱ見てくれてると楽しんでくれてるんで、まあまあそれが唯一のね。これからなるべく多めにホラーナイト、都市伝説とか出していこうと思いますので、他のネタ動画とかにもより一層気合入れていくので、皆さんご視聴お願いいたします。お願いします。今も聞こえました。もう全然違うのよ声の質が、だから聞こえんね。今この辺からだったよ、これ。マジ。ということで PS4 と Amazon が1人ずつ当たりますのでね、皆さん概要欄から、応募条件を見てチャンネル登録いろいろして、応募してみてください。皆さんのおかげでアカウントがねなくなってからも突き進むことができていますので、これからも C スタジオよろしくお願いします。お願いします。みんなで楽しく生きていきましょう。生きていこう。エンジョイ。わけわかんない。テンションが。テンションこんなんなって。わからん。感情がわからん。動き方がすごい。今のお前何蹴ったの？蹴ってないよ。何が？後ろ蹴られた。後ろ？やめよう。もういいって。誰も。ちなみにこっちの奥からピチャって音聞こえたから。もうやめましょう。もういい、もういい、もういい、もうきついきついきつい。やめます。やめよう。ということで次のホラーライブ。そうでしょ。あの壁がさ、黒白ってなってた。もう閉めるよ、閉めよ、一旦閉めよ、いきます、はい。怖い、やばいから閉めるよ。うん、次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。あれも、あれ、自分たち。しかも結構音遠かった、俺、ドンって言うと。そうだよね。こういう。うわ、うわ、やっぱ。私、何？何？うお。連続っていうか、まあ、ネタ動画とかにも、より一層。
Boys and Girls! Welcome to ST Studio! 夏祭りツアー It's Showtime!